UFC Undisputed 3の実況をしたいと思います。対戦は、マークハント対メルコ・クロコです。キャマン時代はですね、メルコの方が良かったなっていうところなんですけど、総合になって、お互いに、グラウンドポジションちょっと苦手ということで、スタンディングでの戦いになるんですけども、ちょっとね、ウィキペディアでちょっと確認したんですが、2005年の12月31日、ミルコにね、判定で勝ってます。この試合、見てたんですけど、終始ハンドペースだったという試合です。なんでね、ちょっと判定ミスかと勝ったという試合ではないので、これより肉付きメインイベントを行います。ちょっとハントの方はやっぱりぽってりしてるんで、青コーナー178センチで120キロありますからね。マークハント、グラウンドになるとね、もう正直188センチ、かなり厳しいんで、ミルコ・クロコップ当然グラウンドでは来ないんで、多分スタンディングのストライカー対決になると思いますんで、ノーエルボーズフロムヒア、ちょっとノーヘッドバッティング、ノートゥザグロインズ、ノーグラブロー、オケー、ストロングオネスファイト、スウェーブ使いながら、オケー、シンコール、結構重たいパンチ当てていこうかなと思ってます。ジャッジ、ジャッジ、ジャッジ、レディー。 Hey Stephen Quartos, the Fight Professor, isn't it great to be here at the Pride Fighting Championship? さあ、いきなりちょっとね、よしよし、いいの入りましたね、いきなり。よし、ちょっとね、多分ね、ハイキックと左ハイキックとこのミドルが多分厄介だと思うんですよね。ちょっとロー持ってきてますね、多分ミドル結構入ってますね。スウェーデ、よし、ちょっとスウェーデね、簡単、もうこれしかないかなと。下手に足技とかね、ちょっと出して結構きついんで、うまくこうフックをね、この乱打戦の中でちょっと活路を見出していくっていうようなやり方でしかちょっと勝てないと。ちょっと入りにくいですね。結構こうステップでかわしてくるんで、こういう選手にはなかなかこうアッパー難しいですね。ガードがずっとこうアーネストホースみたいにガードが硬ければいいんですけど、ボヤンスキーみたいなね、ああいったタイプに選手には有効ですけど、ちょっとこうなってくるときついなと。ミドルで距離取ってきますね。なかなかこう決定打が入らなくて難しいけど、結構今ボディいいボディですね。なんとか、よし、お前蹴り、よし、今入りましたね、右フック、サモアフックが入りました。これってさっきのだいぶ効きましたね。ちょっと嫌がって、おっと、効いたな。こっちもでも返して、返していいですね。ちょっともらったな。よし、末して、よし、いいですね、今の末ね、ナイス末。その後はちょっと良くなかったけど、結構入ってますね。これだともう KO 狙えるぐらいな。あーあったー、いってやべ、クソ、クレーク、やーかー、よし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 、マーク・ハント does it once again。
Watch this. Oh, Monga. The moment that he wasn't paying attention, I guess. He wasn't paying attention after he got punched either because he was unconscious. Boosh! Right on the button. Mark Hunter! The winner! Mark Hunter! ミドルが